はい、というわけで、はい、和楽器バンドコザンプです。どうも皆さん、お待たせしました。コザンプを待ってたファンの皆さん、ついにやってきましたよ。ついにやってきましたよ、富士山。ただいま5合目というところに来てます。こっから歩くんですけど、この時点で標高が2305メートルだった。だいたい1400メートルぐらい登るって感じですね。で、今日はですね、スペシャルゲストが来てくれてます。はい、出演してます。出演してますね。さっきからずっとね、付け方のあの案内を見ながら、はい、で、ですね、ここから、山頂まで、まあ、高山病だけは気をつけて、登っていきたいと思います、はい、というわけで、バッタンの始まるよ。しかないよ。なんとかだったらいけないからね。ウェイ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 、何やってんの君たち。今何やってんの。富士山に向けてトレーニング中だよ。何、今トレーニングだったの。トレーニング、今のがトレーニングなの。はい、全然ダメ、全然ダメ、話にならない、全然ダメ。うん、裏返してね、ちゃんとまでね、体幹をフィットまっすぐにして、ちゃんとこう自分の大胸筋と上腕三頭筋の負荷を感じながら、はい、筋肉のことをね、意識しながら、はい、お前のこうおっぱい、お前のおっぱい持って感じて、お前愛してるか、自分のおっぱいのことを。愛してます。愛してるか、自分の三頭筋のこと愛してる。愛してます。腹直筋だけじゃないよ、ちゃんと腹斜筋、外腹斜筋だけじゃないよ、もっとうちの内腹斜筋のことも感じながら、もっと、もっと、あーもうダメ、ダメ、全然ダメ、全然ダメだわ。ちょ、こんなんじゃあの富士山に乗り越えれるわ。あのダメですかね。ダメですかね。あ、もう富士山に殺される。俺がちょっとあの富士山までね、あのトレーニング鍛えてやっから、ついでに一緒にあの登ってやっから。え、登るの。え、登るの。さあ、やってまいりましたね。はい、やってましたね、マウント富士。なんかお前オープニングみたいに言ってますけど、もう撮りましたね。もうさっき我々なんで撮ってんの。もうバッチリだね。もうさ、そりゃそうでしょ。もうバッチリだね。いや、どこだと思ってんのここ。荷物富士山。荷物で操られてるからすごいわね。いや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 、今ですね、あの5合目でちょっと体を慣らさせてる途中ですね。なんか1時間半とか2時間ぐらい5合目で待機してから登ると高山病予防になる。はい、すでに空気が薄い感ありますからね。高山病ってなっちゃったら、ね、下山しないと治らないらしいから、それだけは避けたいなと思いましたよ。中間とタブレタブレてるやつはタブレてる。さっきあのちょっと生まれと戯れようと思ったら、あのそのお世話のおばちゃんにあの外人扱いされました。キッキッ。富士山をですね、なんか一回山頂まで登るとあのなんか結構価値観が変わるっていう。じゃあ第三とさっき話してたんですけど、これで俺ら価値観変わらなかったら、もう価値観変えるにはインドに行くしかないんじゃないかみたいな。もうインドに行かないと。これフラグ立てちゃったけどさ。気合の一発に網のバイタル。味本さん、よろしくお願いします。 CM をお待ちしております。前がさ、あのギフト持ってるやつさ、カロリーメイトさんお願いしますって言ってたけどさ、ファイトを一発とか言ってたじゃん。会社いろいろ、会社いろいろね、ごちゃごちゃしてる。あ、ちなみにね、これさっきから僕飲んでる水、あのリア
ハーサルの時に飲まなくて余ったのに一回もらってきたことがあって、そこにバサーって言ったりだった本当に黒髪で飲んでたら黒なって書いてあったそうそうそう、ゆうこと書いてあってさ飲んでる時々もったいないからもったいないからハンスムロここですね。今日のゴールはここです。こっからジグザグがあるから結構これピンで伸ばしたら結構長いです。なるほど、結構だね。ここがちょっと、まあ、今回の肝です。撮ってますね。やったら高山病なんだね。酸素が薄い感はあるからね、やっぱりね。てるわさびカメラ。わさびカメラです。なんかもうずっと同じことの繰り返しですね。そうなんですよね。このね、あそこの山小屋。直線距離はね、そんな大したことないんですよね、うん、一向に近づかないんですよね。そうね、でもさ、下見るとさ、確実に登ってってるんで、うん、どん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 近くなってるのは分かるんだけど、朝くんあれだね、今までの山と比べるとさ、割とさ、登りのその傾斜がずっと同じ感じじゃん。そうだね、だからさ、ペースは守りやすいよね、うん、そうだなんか突然の坂にやられるみたいなのがないじゃん。あーね、急にガッてくるやつ、ね、そう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 。ここで朝が場を凍りつかせる一言。もう疲れたから下山しよう。ここで神長が衝撃の一言を発した。行き先はこっちです。ちょっと面白かった。ちょっと良かった今の。しかも多分逆方向でしょ。そうそっちが入ってるね。はい、なんか初めての山小屋来ました。2700メートル。そう考えたら登りましたね。400メートルぐらい登った。3分の1。これすごいですね。夜勤を入れてもらいました。こちらの花小屋さんですね。そうですね、こういうのがあるんですね。ここから先山小屋がいっぱいあるんですけど、もしかして大変なものを僕は買ってしまったんでしょうか。急に雰囲気が変わりました。完全に今までです。もう杖がいらなくなってきました、早速。辛くはないんですけど、でも酸素を大切にしようと思って登ってるので会話はないんですよね。そう、会話が少ないっていう。会話はないね。もう何も見えませんね。
風もだんだん強くなってきました。今日の目的地まであと 200m。 全然見えないね。何が何だか。8号目のスタンプを入れました。ここはあの3つも押してもらったんで豪華に見えると思います。私はご利益があるということでしてもらいました。だいぶ可愛いです。このスペースで、これ今晩は4人で寝ます。すごいね。でも確かに4人でちょうど1スペースもらえたんで、まあ、僕たちラッキーでしたね。あ、そうですね、はい。神永様。はい、僕がしました。いやーすごいね、1時半起床です明日。7時半起床、9時消灯、1時半起床。いつも寝る時間ですけど、もう時差だね。海外ツアーだと思ってね、行けば乗り越えられるんじゃないかな。標高 3000m でのビールはどんな味がするのか楽しみですね。お疲れ様です。乾杯。いや、うまいね。うまいけどね、あのもう回るのが超早い気がする。もう瞬間に回ってるね。瞬間に回ってる。いや、でもうまいわ、うん、なんかめっちゃ麦の味がする。あー、うまい。いやでもなんか二人って寂しいです。いやそうね、あの朝さんが残念ながらいらっしゃらないわけなんですよ。よっしゃ、いただきます。普通に美味しい、うん。くの字にならないと眠れないそうです。おはようございます、わさびさん。たぶんね、寝起きの僕の顔でモザイクかけたモザイク、モザイクガッツリモザイク、ね、モザイクじゃない。山小屋内、このように今カオスな状態になってるんですけれども、実は今日日本列島の南側に台風が来てるんですよね。多分それで風が強いんだと思うんですけど、いや、あの天気がいい予報ではギリギリ行けそうだったんで行けないかなっていう期待を持ってたんですが、残念ながら情報によると風速20メートルの風が、この上吹いてるらしいので、我々残念ですが、ちょっと今回も富士山攻略、高知攻略は攻略、断念しようと思います。ババンという、まあ編集が思うねに分かるね。登山部攻略ならず、登山ならず、富士山攻略ならずっていう、ね、ワンチャンね。そう、ここでもあの日の出はとりあえず見えるかもしれないので、それをここで待とうかなと。
思います。ババンババン何なんかなんか出てくるね。車検髪の毛ボソボソじゃないですかね。まあ、明るいですね。見事に高山病になりまして、めっちゃ頭痛かったです。もうこれ以上は上行けないです。高山病は、ね、ならないと思ってるでしょ。なるからあのね、ならないと思ってるでしょ。なるから、ね、煽るね、煽るね、だいぶきついスモークが飛んできた。だいぶきついよ、これ見えないでしょ。主役が見えないよ。朝くん、長い夜だった。長い夜だった。死ねばたの進行しまった。死んだな、体がクソでかい。クソでかい。本当本当にズゴーズゴーみたいな。そんなバカが。死ぬかと思った。朝くんに7時間起きてたもんね。そう、寝たら寝たら吐き気が増すから。長い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 夜だったよ。やることはただ呼吸だけ。そうそうそう、深呼吸をひたすらする7時間。恐ろしいね。やっぱね、富士山住んで違うね。なんか登ることで僕も全然筋肉痛とかにもないんだけど。いや、辛さだけで言ったら大山とかの方がよっぽど辛かった。全然そうそうそう、辛かったです。なんだけど別の戦いはね、空気とか3000超えるとね。いや、僕も頭痛いもん。俺3000超えてなりました。3000m 超えたあたりぐらいから本当に一気にすっげえ頭痛いやつ。で、高山病1回になったら下山するまで治らないらしいので、マサさんはこれ以上上には行かずに降ります。いや、みんなで降りましょう。リベンジですね。リベンジです。登山部のリベンジが、うん、登山部の活動はまだこれからだ。打ち切られる。尺八よりはるかに回しやすいですね。お帰りになってください。ありがとうございました。で、ツアーの方は5合目に着いたら必ず。なかなか写真とかで撮るの難しいですね。朝さんが早いっすわ、帰り。さすが帰りの朝さん。もう濃い空気が太いんでバーって行っちゃいましたね。早く到着です。帰りの坂は疲れました。足の筋肉が結構、初日は全然平気だったんですけど、今日はかなりやばい感じがします。なんかもはや懐かしいですね。若干ホッとしますね。はい、ということで、フォートまで戻ってまいりました。参りましたね。今回の登山なんですけども、
残念ながら頂上までは行けなかったということで、ね、まあ、ちょっとこれに懲りず我々おはきバンド登山部、これからもまた富士山のてっぺん目指して、活動していこうと思います。いいですかね。はい、大丈夫です。もちろんです。富士山どうですか。なんか今日ご存知でしたけど、いや僕はね、富士山の頂上でやりたかったことがあるんですよ。おお、それができなかったのがすごく残念なんで、いや、ぜひともちょっとリベンジしないと、ちょっと何か心残りがね、思ったまんまになっちゃうんで、まあ、近々、はい、はい、一番乗ればまず間もなく満席となります。早く寝たいな。一旦帰りたい。帰りましょう。はい、では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。富士山限定パーク、よろしくお願いします。綺麗な石詰め放題、白いやつ多い。でも富士山感ねえよ。この棒を、プレゼントしたいと思います。焼き芋も入ってます。ぜひですね、これを受け継いだ方は、我々の意思を継いでこれを持って、富士山に挑んでいただけたらと思います。頑張ってください。